吉田さん、決算発表面白いですよね。やっぱこう経営分析とか投資の世界にかなり重要なんですよ。国際間の分析とかね、それから企業ごとの分析とか、これが得意だと割とマクロな視点っていうのはついてくるんですよ。でも投資をギャンブルにしちゃう人って数字と値動きだけしか見てないんですよね。やっぱりその数字や値動きが何によってもたらされてるのかっていう原点を知ることも大事なんじゃないかなというふうにね、やっと私も思ってきました。でですね、私が考えているこう目標の立て方なんですけども、孫さんがね、1兆2兆と改善よりにって言ったように、私も2つぐらい考え方があって、それは1つはね、なんか目標ってなるべく高く、なるべく遠くに設定するんですよ。それこそ生涯を通じてたどり着きそうにないようなところまで目標設定をします。でもやることは足元のことだけなんですよ。この遠くを見ながら足元のことに集中するという、このねバランスでいくと、足元のことがよしできたぞと思っても、あ、でも果てしなくまだ遠くだから、まだまだ油断できないなって気持ちにもなりますし、どんな困難があっても行き着く先はあんな遠くにあるんだから、くじけないで進もうみたいなね、そんなことで自分を鼓舞できるかなと思ってるんですけども、まあそんなことね考えるまでもなく、私の場合はただやるだけというね、それ以外の選択肢がないんで、やらないって選択肢がないんですよね。だからなんかあんまりそういうかっこいいフォーメーションを考えたんですけども、やってることはすごい地道みたいなね、ですね。でもう一つの考え方なんですけども、吉谷さんと非常に似てるのはね、私のお笑い芸人を見て一番あらりが高いなと思ったんですよ。お笑い芸人ってなんか立派なステージじゃなくても、その辺の空き地でも人を笑わすことできますよね。で面白ければ有名になって人気になりますし、繰り返し見てもらえる。面白くなければ何年やってもまあ底辺でとどまっているって形になります。で何をもって面白いと感じるか、何をもって面白くないと感じるか、それは自分がいくら考えても、実はね歌方で聞いてる人の価値観によるんですよね。だから私もこうやって情報発信する中で、最もその通りだっていう方もいれば、いやいや違うよこうだよって方もいらっしゃったりねするわけなんですよ。で違う考えに出会った時に相手を解き伏せようとするんではなくって、どうして自分と違う考え方になったのかなとかね、その人の考え方っていうのはどうなんだろうって興味を持つようになったんですよ。あなたは違うっていうんではなくて、お、いろんな考え方に出会えたなと、じゃあ自分の考え方がこの出会いによってどう変わるかなっていうのは好奇心ですよね。だから発信するってなんかその未知の自分探しっていうところもあったりね、あとは自分のコンディションがトークによって見えてきたりするっていうのもなかなか面白いことだなと思います。さあ根本はですね、お笑い芸人っていうのは笑いの質、声の出し方、いろんなネタ、これによって人生を大きく変える。そしてアイテムは何もいらないんですよね。ホストやキャバクラも同じです。実はね、最強の接客業はホストキャバクラだと思うんですよ。飲み物っていう小道具はありますけども、基本的には誰にその飲み物をあげたいか、誰に無駄なお金を使いたいかのお客さんの競争なんですよね。見栄の張り合いというか。でそのためにキャストさんは、ホストさんとかキャストさんはいろんなドラマを作るんですよ。それこそ100人いたら100通りのストーリーで私たちを楽しませてくれます。ですんでね、あ、この女性は自分のことだけにそうなのかなと思って、ちょっと特別感があるんですよね。でもそれを100通り使い分けて、他の人には他の特別感を演出してるんですよ。これすごいなと思いますよね。この女性の作ったストーリーの中で自分という人生を楽しませてくれる、自分を俳優役者にしてくれる、別の自分を演じさせてくれて、そこにいつも場面をね作ってくれるっていうんですかね、すごい仕事だと思いますんで、まあ、私はね、やっぱりこのキャバクラのお姉ちゃんとかね、クラブの女性とかね、すごいなと思いますよ。もちろん生き残ってる人はですよ。これこそまさにトークの違いで人生を変えてる例だと思うんですよ。で人っていうのはどこまでテクノロジーが進化しても絶対的な欲望を持ってます。それは人と話したいっていう欲望なんですよ。だから人と話したいっていう欲望がなくならない限りは、このトークスキルが黄金をつかむ元になるっていうのは吉谷さんと同じ見解ですね。YouTube が全部空振りに終わっても喋りは残るんですよ。逆に言うと YouTube をいくらやっても残らないような喋りは YouTube で何の成果も上げられないってことだと思います。吉谷さんは動画の前でカメラの前で喋ってるだけで集客してます。
そして商品を買ってみてもやっぱり吉谷さん喋ってるだけなんですよ。同じです。喋ってるだけということになれば特に画面もいらないんですよね。音声だけでもいいかもしれません。まあ時に応じてホワイトボードを使った方が効果的に使われることがあると思いますけども、ね、吉谷さんね、でもほとんどはホワイトボードいらなくないですか。いや私はね、吉谷さんの系列の影響なのかもしれませんけども、ホワイトボードをほとんど使わないんですよ。使う時でも例えばね、ホワイトボードで使う時にセミナーの講義をするとするじゃないですか。講義2時間なんですけども、ホワイトボードに書くのはセミナーだけ、あと何も書かないですね。あとはトークでいろんなイメージをさして、リアリティを出して抑揚つけてね、声優さんのように、俳優のように、役者のように、聞いてる人の頭の中にいろんな未来を構築するんですよね。そしてその未来が一人一人の頭にリアリティを帯びて迫ってくるから、その瞬間にセールスをいくって感じですね。まあ、もちろん今はそんなことはしないんですけども、まあ、結局ね、あなたも確実になんとかかんとかみたいなね、キャッチコピー、あれはさすがに私も使いませんでしたけども、でもやっぱりやってることは似たような感じで、どんな未来に目を向けさせるかってことなのかもしれないですね。で、話は後半になります。今朝ね、将来が不安だっていう風なお便りをいただきました。お金のこと、政治のこと、健康のこと、人間関係、いろんな意味で人生が、将来が不安なんですというお悩みですね。で、結構長い文章だったんですけども、私は端折ってですね、人生の悩みっていう、将来が不安だっていう風にお便りいただきましたっていう、そういうくだりからスタートしたんですけども、基本的に人生って時間が経てば不安なんですよね。だって人間って生まれた瞬間最悪の不安、死に向かってるわけですよ。だから先のことを考えれば、体が衰えて死ぬ、これがすごく際立つんですよね。体が衰えれば働けないし、お金をもらう手段もなくなるし、知り合いは死んでいくしって感じでしょ。当然親もいないですよね。だから不安要素だらけなんですよ。だからその不安が分かってるのに何してるんですかって話ですよね。で、私はこう思います。将来は確かに不安です。食糧危機もあるかもしれない、まあ、いろんな国際問題もあるかもしれない。でもどんな状態になっても、日本国民1億人全員が不幸になって不安になるってことありえますかってことなんですよ。だから未来の不安だけを想定して生きてれば、それが現実になる、そこに旗をつけてるわけですよ。ゴールを設定してるわけですから。でもそんな中でも、自分はどんな60代になりたいのか、どんな80代でいたいのかというね、遠くにゴールを設定して、そしてそこから逆算した計画で足元のことをやっていけば、結局自分の想定したゴールにたどり着くじゃないかと私は思ってるんですよね。だからなんですよ、遠くに設定するの。遠くに設定するんだけども、そこを見ない、足元を見るんですよ。足元に自分が設定した小さなノルマをクリアしていく、その積み重ねが人生という大きなノルマを全部クリアする秘訣じゃないですかね。人生というノルマにね、ゲージがあるとして、1万ゲージ1万ポイントあるとするじゃないですか。で、日々加算できるポイントってのは1ポイントから10ポイントって決まってるとしますよね。そしたら今日の満点を取りに行くだけでいいんですよ。別に1万点を取ろうなんて思わなくていいんですよ。今日の10ポイントを確実に取りに行く、それだけで気がついたら、人生終わってみたら1万ポイント全部取れていったってことになるんじゃないですかね。それがね、今日取れなかったから明日倍取り戻そうとか、まだ自分は始めたばかりだから力がなくてもしょうがないんだ、スタートしてから、本気でスタートした時から巻き返すんだみたいなね、アマチュア力と言ってるからですよ。スタートでダッシュできない人は巻き返し不能ですよ。やれる人はスタートから最後までずっとダッシュ、ね、で、初速が最大速って言いますけども、最初のダッシュが一番速いんで、ビューンって先行っちゃいますからね。それを見た瞬間に、あ、ダッシュできなかった自分はもうどうせ頑張ってもダメなんだってことで、結局後からも頑張んないんですよね。YouTube なんて今更市場参入してもダメでしょうとかね、アフィリエイトもう遅いでしょうとか、何々はもう手遅れですよね、暗号通貨はオワコンですよね。確かにそういう部分はあります。 YouTube でチャンネル登録100万人目指すっていう、そういうふうなゴールはもうオワコンかもしれないですね。そういう時代ではないですよ。ただですね、10人のお客様とむちゃくちゃ濃く付き合うっていう市場は広がってますよ。逆に言うと、まあ、あなたはね、あなたっていうのはこの動画を見て YouTube をこれからやろうと思っている方とか、まだね、登録者が少ない方、いきなり1万人のチャンネル登録者さんと密な関わりできますか。1万人とか10万人のチャンネル登録欲しいと思っている方、できないですよ。
力量がないんで、普通の人には1万人なんて相手にできません。それこそ1万人みんながね、違う性格、違う年代、性別もいろいろ、いろいろっていうか2種類しかないけども、価値観様々、空いた時間も様々、気の荒いものから旬としょげるものからいろいろいるんですよ。それだけの人格を扱いますかってことですよね。それはまあ無理でしょう、うん、人にはいろんな悩みがありますから、その悩みにどう向き合っていけるのかってことです。あ、それでね、悩みにつきましてね、ちょっと私も気づきがあったんですけども、結構ね、精神的に参った方が私のところに来てね、今までいろんな精神科の先生、カウンセラーの先生に当たってきたけども、みんな全然私のこと分かってくれないっていうわけなんですよ。で、YouTube 見ていたら、久保さんだったら分かってくれるかなと思って動画をずっと見た後に連絡してくださいました。今までこういうふうなカウンセリング受けてきました、こういう診断を受けてくれました、受けさせてもらいました、でも全然分かってくれる人いないんですと、何を言ってもちんぷんかんぷんでしたというふうな形でね、私のところに相談して来てくださったんですよ。で、その方がどんな相談を私にしてくださったのかってことをここで割愛しますけども、私のした返信は結局その他の先生方とね、ほとんど一緒です。ほとんど一緒なんですけども、私はね、なんでほとんど一緒なのかという注釈をつけたんですよ。それはひとえに、その、まあ、患者さんたるその人がね、いろんな方に相談しているのはいいんですよ。いろんな人に相談しているのはいいんですけども、その受け取った言葉をね、理解する力がないんですよ。だからそれがどういう意味を持って発したのかってことを、あなたが受け取る力、受信力をつけなければ、みんな同じことを言って、みんな自分に的外れなことを言ってるとしか受け取れないですよってことなんですよね。だからあなたは発せられた言葉、自分に向かって発せられた言葉がどういう意味を持ってるのかを分解できる能力をつかなければならないということなんですよ。というのはね、相談した相手っていうのは、結論は言ってくれるんですよ。結論どうなのかってこと。で、あとその過程っていうのはね、なかなか話してくれないですね。だからそこをどのように上手にあなたに伝えるかってことができる人、時間がしっかりある人がいいんですよ。でも決められたカウンセリングの時間ね、15分なり30分なりで、どういうことなのかを話してしまうと、紋切り型でそれで終わってしまうんですよ。でもこうやって YouTube を通じてね、1時間でも2時間でも私はあなたに対していろんな例えとかいろんな角度とかいろんな状況とかいろんなね、他の方の事例とかを用いて話すと分かるでしょっていうふうなことを、まあ、お話ししたんですよ。そしたら最後に、あ、なるほど、そこまで考えれば他の先生方が言ったこともなんとなく受け取れますと。確かにカウンセリングはいいとこ30分1時間です。その中で久保さんみたいに動画で惜しげもなくね、これだけの時間を使ってね、解説される方はいないですと。カウンセリングの方も YouTube を使って補足の動画とかを患者さんに送ってくれたらいいのにねっていうところに来ましたね。ですんでね、カウンセリングをされている方、特に精神的なことに対して向き合っていらっしゃる方、先生方ね、ぜひ患者さんっていうかね、 お客様っていうか、なんていうんですかね、そういう方がいらっしゃったら、そのもちろん決められた時間、ね、30分とか60分とか90分ってあるでしょ。それで1万です、2万ですって終わるんじゃなくって、お帰りになった後に補足の動画を2時間とか3時間お付けしてお渡ししたらどうですか。そしたらあなたの商売もうまくいくし、その人も言われたことの意味がわかるからきちんと通じますよ。そしてそれをできれば一般公開すること。一般公開するとそういう動画を見てね、あ、これ自分にも当てはまるわって方がもはやですね、自分で解決できるようになるんですよ。だからもうはっきりそこは商売気抜きでね、お願いしたいなと思います。私も Q&A をほとんどこうやってオープンでやってますけども、そこなんですよ。自分の利益のために情報を出し惜しみするんじゃなくて、まずは世の中の悩みを少しでも減らすことが最初のミッションだと私考えてるんですよね。その上で自分が商売のネタにするべき悩みで悩んでる方がいなくなったら、もっと高いレベルの悩みを解決する人間に自分が進化していけばいいんですよね。だから出し惜しみをして、これを無料で出しちゃったら自分の商売が終わっちゃうからっていうふうにすると、自分の成長が終わっちゃうんですよ。それこそね、無料情報を自分でリサーチできる能力をマーケットが身につけたらもう終わりになっちゃいますからね。だからより高度な問題にも解決できるように、それこそ吉谷さんじゃないですけども、数万件のお客様の悩みに一件一件ぶち当たっていって、これでもかってぐらいね、お客さんがそこまでしてくれるんですかみたいなね、そこまでしますよみたいな、それはあなたのためじゃなくて私に向けられた挑戦ですよみたいな、自分事として捉える。もうそこはね、商売なんだけども商売抜き、このちょっと難しい感覚ですね、吉谷さんね。これができるかどうかですよ。で、そういう人しかもうね、
再生回数が少ない人、 YouTuber は選ばれないんですよ、ね、お金がもらえる時だけ回答する、お金がもらえそうにない人はまたいでいく、ね、モッピーというポイントサイトでも1ポイントをまたぐなって言いましたけども、そこに繋がるわけですよ。あのね、自分の利益利益じゃない、そういうのじゃないんですよ。どこまで自分が対応できたかっていう、そういうふうなね、実績を残すことなんですよ。売上が実績じゃないんですよ。それは後です。もちろん目先のお金が必要なこともあるんで、いいようにバランス取らないといけないと思いますけども、俺はこんなちっぽけな悩みにも回答してきたぞと、俺は相談してきた本人すら当てにしてなかったことにこれだけ3時間の動画で送ったぞみたいなね、そのくらいの実績を積み上げていくと自分にも圧倒的な自信がつくし、トークスキル、考える力、誰も真似できないですよ。誰がね、3行ぐらい、2行ぐらい、1行の悩みに対して1時間、2時間の動画でコンコンとね回答できるんですか。それは集客があんまり成功してない、ファンが1000人、2000人とかね、少なくとも1万人もいないような私たちだからできるわけじゃないですか。だから目の前に1人1アクセス来てもらったら、その1アクセスにどれだけ体当たりできるかですよ。なんだアクセス1じゃん、やってもしょうがねえよっていう普通の感覚はもうね捨て去った方がいいかなというところですね、うん、それが遠くを見ながら足元を見るってことだと私思いますね。はい、ちょっとまだまだね話したいことあるんですけども、ちょっとお腹が空きましたんで行ってきます